はい、こんにちは。今回は連続ノックアウト勝利のベスト10に入っているボクサーを紹介いたします。この連続 KO 記録は日本ボクシングコミッションが出しているレコードに基づいております。トップ10に入っているボクサーの中で日本のボクシングファンの方に馴染み深い6名の世界王者を紹介いたします。バズーカと呼ばれたウィルフレッド・ゴメスはアマチュア時代には15歳の時にオリンピックに出場し、18歳でプロデビューいたしました。デビュー戦は引き分けでしたが、2戦目から32試合連続 KO をしたのです。その間、スーパーバンタム級の王座を17度連続防衛し、すべて KO 勝利という記録も残しているのです。ゴメスは6度目の防衛戦で52戦全勝 51KO の WBC 世界バンタム級王者カルロス・サラテの挑戦を受けます。戦前の予想ではサラテが有利でしたが、サラテが試合直前に風邪をひき、また減量で苦しみました。サラテは体調不良のためもあって勝ちを急ぎ前に出ますが、王者ゴメスが巧みにいなし、4ラウンドに強烈な左フックのカウンターが炸裂するのです。5ラウンド、ついにサラテがバズーカの連打の前に力尽きてしまいます。デオンテイ・ワイルダーはプロデビューから32試合すべて4ラウンド以内の KO で勝利し、33戦目でWBC 世界ヘビー級王座に戴冠しました。高校時代にフットボールやバスケットボールの選手だったワイルダーは、19歳の時にボクシングを始め、わずか3年で北京オリンピックに出場し、銅メダルを獲得したのです。ワイルダーは身長201センチ、リーチ211センチという体格を生かし、左ジャブでプレッシャーをかけ、破壊力抜群の右ストレートを打ち下ろすという極めてシンプルな戦い方で KO の山を築きました。ルーベン・オリバレスはデビューから23戦連続 KO 勝ちを続け、ミスターノックアウトと呼ばれました。デビュー3年目に連続 KO が途切れましたが、すぐに連続 KO を始め、2年半で30もの連続 KO を積み重ねました。オリバレスは多彩な左リードで相手を崩し、右を打ち込み、
的確なコンビネーションを上下に打ち込み、ダウンを奪うのです。ゴンザレスの強さというのが喧伝されていただけに、金沢がいつ倒れるかと言って試合が始まったんですが、この頑張り、非常にハンソンボーイです。挑戦者はアセリのフレイタス。20戦全勝全 KO のアセリのフレイタスは、 WBO 世界スーパーフェザー級王者アナトリ・アレクサンドロフに挑戦いたしました。初回からフレイタスは圧倒的パワーで経験豊富な王者を追い詰めていきます。パーフェクトレコードでチャンピオンです。これは素晴らしい記録です。アセリのフレイタス、身長は168センチとスーパーフェザー級やライト級ではやや小柄ですが、野性味あふれ豪快で躍動感のあるファイトスタイルで常に相手を圧倒していきます。フレイタスは2つの階級で世界王座に戴冠し、そのファイトスタイルで人気を得て、特に母国ブラジルでは国民的英雄と言っていいほどの人気を獲得いたしました。後にスーパーフェザー級は群雄割拠の様相となり、 WBC 王者がメイウェザー、 WBA 王者がホエル・カサマエオル、 IBF 王者がディエゴ・コラレス、そして WBO 王者がアセリのフレイタスだったのです。アルフォンソ・サモラはアマチュアで54勝 45KO1 敗という戦績を残しており、17歳でミュンヘンオリンピックに出場し、バンタム級で銀メダルを獲得しました。プロデビューしてからもクーヨ・エルナンデスの下で防御とコンビネーションパンチを磨き、連続 KO 勝利を続けました。サモラが21歳の時に20戦全勝全 KO 勝利のパーフェクトレコードを引っ提げて WBA 世界バンタム級王者ホン・スンハンに挑戦しました。サモラは防御に専念する王者を4ラウンドに捉え、パワフルな連打で倒します。世界王者になったサモラはその後も KO 勝利を続けます。サモラの KO 勝利は同じクーヨ・エルナンデス門下生のカルロス・ファラテとの同門対決まで続くのです。
このリング上のソラテ、あるいはライト級のロベルト・デラン・メキシコ、そしてジュニア、フェザー級のアルゲイロ、この3人をいわゆる中軽量級のビッグスリーとしてアメリカのボクシングジャーナリストも特別扱いしております。カルロス・ソラテはデビュー戦から23連続 KO 勝利をし、24戦目で初めて判定決着になりましたが、次の試合から28戦連続 KO 勝利を収めました。40戦目で WBC 世界バンタム級王者となり、そのベルトを9度防衛しましたが、すべて KO での防衛でした。Gボーイズの2人がついに戦うこととなったのですが、当時の2人の戦績は、サモラが29戦全勝全 KO に対し、ソラテは45戦全勝44 KO でした。パワーのあるサモラが脇をやや広げてフックを振り回しますが、長身のソラテは脇をしっかり締めてインサイドからコンパクトにパンチを放ちます。ソラテは後ろに下がったらサモラのペースになることを多くのスパーで知っているので、いつも以上に打ち合いに応じます。そしてこの打ち合いはインサイドからパンチを放つソラテに少しずつ優位になっていくのです。ダウンを奪ったソラテは4ラウンドにも猛攻を仕掛けます。フックを振り回すサムラに対し、インサイドから放つソラテのパンチがここでも有効にヒットします。